とあなただけ教えてあげる。あなたが知らないだけで、この社会で何が起こっていて何が進んでいるのか。私じゃなくなるんだもん。よくわからない。え、誰が？あ、てる。あ、え、え、お姉ちゃん？お姉ちゃん、最近変わっちゃった。さあ、それはどうかな。うん、知らないよ。俺は知ってるんだ。ワイヤードとリアルワールドはリニアに繋がってるんだって。俺はどこにだって存在できるんだ。肉体がどこにあったって意識だけはどこへでも飛ばせられる。リモーターコンソーシアム、夕食会のお時間です。はい。メイル。あと3分。そしたら下で。わかりました。何をして遊ぶんだい？それそうさ、バカめ。俺はお前らとは違うんだ。リアルワールドなんてちっともリアルじゃない。レイン、大丈夫？え？何が？最近、レイン、また戻ってる。
私たち、レインにもっと元気になってもらいたいと思って、あちこち連れてったりして。本当にそう思ってたんだ。でも、もしレインが嬉しくなかったんだったら、謝る。そんなことない。嬉しくないなんて、そんなこと。そんなことない。よかった。アリス。ん？ありがとう。心配してくれて。友達でしょ？情報監視センターのファイアーウォールが何者かのクラッキングにより破壊され、現在ワイヤードネットワークの情報が混乱しています。このニュースは今この時間に流しているものですが、このニュースが届くのは明日もしくは昨日になることもありますので、ご注意ください。あいつがやったらしい。ナイスって何？ナインズ、ワイヤードで大きな影響力を持つといわれる三方騎士団。構成するメンバーは一切不明。単に情報を操作するばかりでなく、非合法な情報機器の開発、流通も行っているとされる。レインが狙われたって。レインって誰？レイン、それに関する情報はゼロ件です。レインなら最近見ないな。レインって誰よ？女の子さ。女の子？強いんだ。何が強いの？メタバライズ、意志、パワー、目の光、存在。ねえ、聞いてもいいかい？なんだい？あんたひょっとしてナイツのメンバーじゃないの？宅配便です。ああ、あんこね。ごめんなさい、お待たせしちゃって。いや。はい、あんこ。ん？何？なあ、ナビスよ。新型でしょ？いいなあ。内職して買っちゃった。俺なんかこんなバイトしてても全然買えないっすよ。頑張なさいよ。はあ、そうっすよね。頑張んないと。わかんないことあったら聞いてください。俺、教えますから。教えてくれるの？ええ、自信あるんす。そうやって暇そうな主婦を誘惑してるんだ。いや、そんな、まあ、そうかな。ただいま。じゃあ、ご苦労様。ママ、あとで金屋くんちに遊びに行ってもいい？ゲームだったらネットでやればいいじゃない？だからそのゲームの仕方を教わるの。ワイヤードはリアルワールドと一緒なのよ。岩倉レインさん、私たちと一緒に来てくれませんか？え？無理にとは言いません。これはお願いです。
私たちはあなたに肉体的な危害を加える意図はありません。誰なの？私たちと来ていただければお教えします。ちょっとこっちへ来て。どうしても本社のファイアーウォールに認証されない。アプリ側でやれることはやったんだが。やっぱりこんな旧式じゃダメなのかね。ずっとこれでやってきたからね。今さら新型のナビに移行する気力が湧かない。もうこの年だし。君のように若ければ。そこのジャンパー。え？これとこのジャンパー抜いてみてください。すまないがお願いできるかな？え？ワイヤードにはリアルワールドの政治的な国境はないと言った。寝言をほざく無政府主義者、悪ふざけが革命だと思い込んでるバカ者、そんな手合いならいくらでもいる。しかしナイツはどうもそういうのとは違うらしい。ナイツ、君がどれだけ自覚的にやっていたのかは知らないが、君自身のワイヤードでの存在は極めて不自然なものだった。そしてどうやらナイツはそんな君に特別の関心を抱いたようだ。何を言っているのか。私、ナイツ、
君は彼らと一時は直接対話をしていた。でも私何が。ともかく奴らは君を何かに利用したがっているらしい。我々にとってそれはどんな手段をとってでも阻止せねばならないのだ。あなた何、誰、あなたたち。デウスを信仰しているんだよな。僕も従うよ。でも本当なのかい、ワイヤードに神様なんているのかい。僕にはまだ信じられないけどでも仲間に入ったらもっと知ることができる。そしたら信仰だって持てるよ。君たちかい、来てくれたんだね。僕を迎えに。名前、本当の名前など知っても意味がない。私にも彼らにも名前がない。教えてもらいたい。岩倉レイン、君はワイヤードのレインと同一人物なのか。君は誰だ。私は君の両親は本当の両親か。え、君の姉は本当の姉か。何言ってるの。当たり前。父親の誕生日はいつだ。お父さんは。じゃあ母親の誕生日は。両親はいつ結婚した。恋愛か見合いか。それはなぜ知らない。聞いたこともないのか。誕生日は家族で祝ったことがないのか。小さい頃からか。どうなんだ。君はいつどこで生まれた。そんな、いいじゃない。そんな、わからないのか全て。大丈夫かね。君は本当に全く全てを。うるさいやつ。どうだっていいことばかり並べてくだらない。ほう、ワイヤードのレインなのか。だったらデバイスがなくともワイヤードとリアルワールドの境目がぐずぐずと崩れつつあることを君も知っているね。だから我々はそれを危険だと考えている。面白いじゃん。うん。どいて。何よ。危険なのは君自身だ、カール。彼女の言う通りだ。面白いことが始まるのだよ。黙って見ていればいい。ショウちゃん。何ママ。一緒にやろう。お仕事終わったの。もちろん。ママは優秀だもん。さあ、ショウちゃんをやっつけちゃうぞ。ほら、覚悟をし。Ha ha ha!